今日はね、すごいハイスピードカメラを手に入れました、うんね、僕たちいろいろねハイスピードカメラで撮影してきたけど、はい、これのなんと4倍も性能がいい。4倍ですか、まあ、普段、はい、こう肉眼では見ることのできない現象をハイスピードカメラを使ってどんなことが起きてるのかを見てみようと、ね、で今日使うものは、まあ、水風船と言ってもこれですよね。じゃじゃーん、でかっ、はい、これ普通の風船の何倍くらいかな。普通がだいたい10リットルくらい入るんですけど、これが1000リットル入ります。おということは100倍ですね。ハイスピードカメラで見たらどんな現象が見えるのか。1トンですよ、1トンの水、うん、やってみたいと思います。そうですね、これ1トン入れるんですよね。これ地面つけとかないと1トン持てないんですよ。そうね、はい、だいたい何分経ちましたかね。今ですね、30分くらい、30分経ちました。何分経った。これですね、1時間10分。1時間経ちましたね。これ使って、なんかやってみましょうか。これね、ゴムの弾力ですね。おお、なるほど、すごいね、これ。おお、じゃあこれが人飛び乗って大丈夫かどうか。よし、おお、1時間やりましょう。はい、やってみましょうか。はい、ちょっとさっきの反省踏まえて、ね、あ、ここにね、濡れてもね、いい格好しましたよ。じゃあ、いきます。おお、ちょっとね、ビビった。全然飛んでなくなる。いきます。ふっ、おお、いきます。おお、わしゃー、わしゃー、止まってなかい。待って、行こう、待って。せーの、ほっ。行くよ。3、2、1、お、行け。